だからといって、今まで学会が正しいと思ってやってきたし、その副会長の話によると、自分らがもう注文の合算の総理めちゃくちゃ入れられた経験があるんだと。でも、注文の中の総理が本当にもう人間らしく人間じゃない人もいるんだと。それは、もう聞いたことあるし、もうなんか、住職の中で、パチンコやったりさ、ね、朝飲みに行ったりとか、そんな人もいっぱいおるっていう、なんていうの、それも草加進行だけど、草加進行の中で抱えるのを見とるでね、そんで堕落人になったら、本当にほんまに事前招集の僧侶っていうのは、ほんまに正しいんかと、っていう気持ちがあるんやんか。これはほんまどうかしてわからんね、それ一応今言ったら草加進行が嘘書いてあるんやって言われたら、もう無理やろ、たったわからんもん、はっきり言って。何を信じてるか、はっきり今、わからん状態やもん。まあね、そうなりますよね。本当に、今まで一件衆や二件衆や言うて、僕ら撲滅するって言ってたよね。僕自身そう思っとったよね。それが逆に今度そう考えが悪いんじゃないかと思ったんで、どんだけ悲しいか、ほんまに。もう家の中で喧嘩ないんで、嫁さんと。まあ、それはね、嫁はんは何、バリの婦人部なの。バリバリ。バリバリ中が。まあ、人の行いを見てやるんだと。それが大事なんやって、嫁さんはそういう。それは、法によって任によらざれって、もう、そもそも背いてくらいね。そうなんですよ。今言うとる学会の人間主義、人間主義っていうのは、じゃあ何やんだと。そうよ。はっきり言いたい。はっきり聞きたいのよ。人間主義っていうのは、大正の仏法っていうのは人間主義なんだ。究極の人間主義かもしれないけど、法が思うて磨かないんだもんな。そうですよ。そう。本当に。そう。法なんだよ、法。法なんやって。法のために、ね、自分が生産の方が、財産を失うが、それはそれでどうしていけっていうのが大正の教えなんだもん。その通り。それを今は、増学会は人間主義ということを書いてる。大正の休業最後は人間主義になるけども、途上においては、ほんまに主戦不法やないもん。それは自分自身がどうなるのか、こう煽っていくのは、学会員じゃないとあかんはずないと思うな。その通りですね。だから、学会の言う人間主義っていうのは、みんなと仲良くしていくっていう意味だと思うんだけど。そうそう。そしたらもう誰しもいる僕を捨てないでいいんだって、はっきり言って。もう、ご飯のなくせばいいんだ。そんなご飯の、お店ご飯のするからやったら、いや、我々の、この生命の中に難民法令があるんだから、その難民法令を唱えていきましょうという、そんなに構えようだったよ。まあ、ゆくゆくはそうなってくるでしょうね。本当に。だけど、みんなを失いたくない。金づるだから。それだけのことよ。金づるだから失いたくなかっただけな。競技的にはもう破綻してるんだから、ゆくゆくはおっしゃる方行くんですよ。で、昨日も言ったかな、いよいよね、お釈迦様の方へ行くと思いますよ。日蓮本仏をもう捨てようとしてますからね。宮田さんという人が、ね、もう一年大菩薩でいいんじゃないかという発言したらしいな、なんかもうしょっちゅうやねん。もうそう、もう完全に身延系の考え方になってくから、だから、それを急にやっちゃうと、みんな脱会しちゃうから、そうすると、金と権力が維持できないので、ゆっくりゆっくりやっていくわけですよ。なんでそんなになってしまったの？まあ、信心がないんですね、そもそも。戸田会長までですよ。創価学会の純粋が言えるのはもう戸田会長のとこだけ。それ以降は、ゆっくりゆっくり、つまり第三代が、指揮を取ってから、実は、ゆっくりゆっくり、みんなに悟られないように、山岳道の道へ引っ張り込もうとしていた、来たってことなの。何十年もかけて。信心がない。学会員のとこで、まあ、学会長、池田先生、指導もしとるし、何僕ら池田先生、その自分が言うほど悪い人なんて思ってもないしさ、はっきり言って。ま、第六天の魔王ってのは見抜けないんです。で、それでも、その、偽御本尊を作って、それも海外まで広めて、これはもう、許せんことやるな、これ。だから、うちのメンバーがみんな怒ってるのはそこですよ。ご主人と同じ。みんなそう。しかも、県の文献とか、県の書記長とか、そういうところまでやった連中、この間電話さんだってそうでしょ？
なんか、県の職長だかなんだかだよね。徹底的にそうかそうかそうかで戦い抜いた人ですよ、みんな。その連中のその今のその怒りっていうかね、自分の人生をその本当に騙されてきた。だから彼らの偉いのは、だから学会を救えなきゃなんないんだっていうところに目覚めたんですよ。それになんなきゃね、ご主人、今までの一生なんて本当に、創価時代、本当にこのまま行ったら、全く騙されっぱなしの何にも意味のない人生になっちゃうんですよ。救ってこそ、ご主人が目覚めて、今ね、騙されてる人たちを救って、初めて今までのことに意味が出るんです。これだけ長い時間騙された人しか言えない真実があるわけですよ。それはもうご主人しか言えない。そこに目覚めてほしいんだよね。うん、